2018年2019年と2年連続でカラオケ年間ランキング1位となった名曲レモン。この曲を生んだ米津玄師は1991年生まれ、徳島県徳島市の出身だ。なお名前は本名である。もともと漫画家を目指していた彼だったが、小学生の時に目にしたフラッシュアニメをきっかけにミュージシャンを強く意識し始める。音楽的なルーツはバンプオブチキンです。小学5年生の時にうちにパソコンが来てインターネットにつながったんですけど、その頃バンプの曲にフラッシュアニメをつけるのが流行ってたんですよ。 K とかラフメーカーのフラッシュアニメがネット上で盛り上がってました。こうしてバンプオブチキンと出会ったことが彼の音楽性に影響を与えることになる。中学生になるとオリジナル曲制作を開始、バンドを組みフロントマンとして活動を始める。このバンドでティーンエイジロックフェス選考ライオットに応募し、一次選考を通過している。高校卒業後、専門学校でも新たなバンドを組み活動をする傍ら、並行してハチという名義でボーカロイド曲の制作も開始。初音ミクを用いたボカロ曲の処女作、お姫様は電子音で眠るを発表。翌2010年には自主制作ボーカロイドアルバム花束と水槽、オフィシャルオレンジもリリースする。ちなみにこの時のアルバムジャケットなどのイラストは米津自身が制作している。ボカロ曲制作に手応えを感じるとバンドを辞め、本格的にボカロ曲制作に打ち込むようになり、ニコニコ動画上でその才能を遺憾なく発揮することとなる。作詞作曲や編曲、演奏や編集、イラスト制作まで全て米津一人でこなしていた。歌って感情があるものだと思っているんですが、ボーカロイドに感情はない。それは一見矛盾しているんですが、自分の世界観を表現する上ではすごくハマってるんです。歌い手に歌ってもらえることも嬉しくて聞きに行っちゃいますね。また普段曲を書くときはどんな風に発想するんですかとの質問に対しては、頭の中でジオラマを作って、そこから発展させていくというか、人形遊びをしている感覚です。キャラクターを思いつくと、そのキャラクターが勝手に頭の中で日常生活を始めるんです。このキャラクターはどんな性格なのか、どんな言動をするのか、そんなことを想像していると、自然にこのシチュエーションだとこういう曲かなという感じでメロディーと歌詞が浮かんでくるんですよね。それをそのままアウトプットしているだけです。8名義でマトリョシカ、パンダヒーロー、ドーナツホールを投稿すると、再生数はたちまち100万回を超える大ヒットとなった。2010年からは本名での活動も開始し、歌も自身が担当するようになる。そして2013年にシングル「サンタマリア」でメジャーデビュー。活躍の場をメジャーに移したことについて本人は、結局誰と作るかだなと思って、自分が作る音楽にちゃんと理解があって、同じ熱量で同じ方向を見てくれる人とものを作るっていうのが一番正しい姿だなと、そういう人がたまたまいるのがメジャーレーベルだったと語っている。2014年にはアルバム「ヤンキー」を発表。また2015年にはアルバム「ブレーメン」を発表。オリコンをはじめとしたチャートで1位を獲得する。その後もワンマンツアーの開催やロックインジャパンフェスティバルをはじめとする有名フェスにも複数出演し、パフォーマンスについても高い評価を受ける。才能は曲制作だけにとどまらず、イラストレーターやダンサー、映像作家としても才能を発揮。その後もルーザー、ピースサイン、コラボ楽曲打ち上げ花火など大ヒット曲を連発。2018年にはシングルレモンを発表。破竹の人気を叩き出し、紅白歌合戦にも出場し、名実ともに国民的アーティストとなった。その後もフラミンゴ、パプリカ、馬と鹿など圧倒的な才能で名曲を世に生み出し続ける天才米津玄師。
今後もその活躍はますます加速していきそうだ。このチャンネルではこれからこのような漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録・高評価よろしくね。